方形の中に扇形2つと対角線を書き、その斜線部分の面積を求めなさいという問題を解説していきます。どうぞよろしくお願いします。さて、かなり難しい問題となっておりますが、曲線部分を含む面積は一旦扇形にするっていう鉄則があります。そこでやってみたいと思います。まずここの扇形はこの円ですね。この円の一部ですので、この曲線に関してはこのような補助線を引きたいと思います。なのでこちらとはまた別にして求めないといけませんので、求める面積は、はい、ここだけにしたいと思います。はい、今引いたここだけの面積を求めていきたいと思います。なので扇形から90度の扇形から直角二等辺三角形を引けばよいと。はい、半径は4でありますので、4×4×3.14 の4分の1、90度なので4分の1、12.56。これから直角三角形を引いて、この青い部分ですね、ここを求めていきたいと思います。12.56×4×4×1/2。これは 4×4×1/2。はい。ということで、8なので、12.56×8 で、4.56。はい。まずここ求まりました。で、次、こちら求めるんですが、ちょっとめんどくさくなるので、こっからこのように求めていきたいと思います。さて、これは受験テクニックになります。はい。この形、ご覧ください。この形と、この形って同じじゃないですか。4分の1の、扇形から直角二等辺三角形を引いたものということで、形一緒なんですよね。だけど大きさは違います。長さに関しては、ここ1対2になります。これが1に対して、これが2になりますので、面積比は1対4になりますので、その半分の20になります。はい。ということは、分かったことは、この面積の2倍がこの面積であると。いうことが分かりました。今、10が 4.56 ですので、1+2=30を求めれば終わりと。はい。はい。ということで、答えは 13.68 というふうに求めることができます。別解お待ちしております。以上です。ありがとうございました。